www.videonews.com。あの相模原事件、はい、津久井やまゆり園で障害のある人たちが19人命を奪われたという、その事件をきっかけに、その精神保健福祉法の改正というのを言われています。でこの精神保健福祉法 の、 その、まあ、強制入院ですよね、措置入院と言われますが、その後の、まあ、事件であったということで、そこの対応みたいなことが、まあ、議論されているわけですけれども、本来そもそもその精神保健福祉法の改正という問題なのかどうか、これがきっかけにまたその法律自体がより悪くなるっていうか、まあ、あの不幸な事件が悪法を作るというような言い方もありますけれども、精神科医のお立場からですね、そのどういうふうに見ておられるかお聞きしたいんですが。なるほど。あの、まあ、私自身、まあ、平成4年に大学を卒業して、まあ、二十数年間精神科医療をやってきてですね、あの、まあ、思うのは、まあ、私自身 の、 その精神科医師としての経験を振り返っても、なんていうんですか、その今の日本の精神科医療のシステムって、あの、まあ、精神障害者の方を、まあ、管理する、でそして、まあ、多く、まあ、精神病院というか精神病床がすごくたくさんありますので、その社会から隔離するっていうのをその、まあ、手段としてというかですね、目的としてあのできている制度のような気がするんですね。でなので、その精神障害の方が、まあ、自分の人生を生きるとか、その精神障害の方が生きるのを支援するとか、まあ、それとはそのちょっと真逆 の、 あの形になっていて、でそして、まあ、今回のその、まあ、措置入院後 の、 その支援の強化、支援の強化とは言ってますけれども、実際はその精神障害の方に対する監視であるとか、そちらの強化になるので、それはまあ決して本来の支援の強化とは言えないような内容で、実際に私たち生活していて、例えば誰かから監視されているとかですね、誰かからその、まあ、自分があの、まあ、特別な目で見られているっていうのは、あの、まあ、みんな敏感に感じますので、そういったことがあると、まあ、もしそういった方がその精神障害の方であれば、その精神障害の方の精神症状の悪化につながる、だからその支援とはなんか逆方向なんじゃないかなというふうに感じるんですね。だからまあそこら辺の問題点があるかなと思います。まあ、今回の事件は、その容疑者が自己愛性パーソナリティ障害ということで、まあ、あの責任能力ありということで、まあ起訴になったと。そういう意味で言うと、そもそもその精神医療でね、再発防止を考えるっていうこの流れ自体がどうなんだろうって思うんですけど、まあ、言えるのはその精神科医療でですね、そのやっぱり社会の治安を精神科医療で担うっていうのは絶対間違っているということですね。だからまあいずれにせよ、統合失調症であったとしても、そのうつ病であったとしても、まあ、何らかの精神疾患があったとしても、そのあのそれによるその犯罪の防止というか、その社会の治安をその精神科医療に担わせるのはやっぱり間違いである、方向性は間違いないと思います。でそうすると、そもそもその精神保健福祉法というこの法律自体なんですけれども、これの改正ということで再発防止ということは基本的には全くこうなんか流れが違うということですよ。あのもし改正するんであれば、そのあの、まあ、もともと、まあ、日本で法律ができたの、あの1900年の精神病者看護法で、まあ、大正8年に精神病院法ができて、で、まあ、精神衛生法、精神保健法という形で、まあ、現在の法律につながっているんですけれども、やっぱりそのベースに流れているあの精神障害者に対する監視であるとか、社会からの隔離、それを、まあ、本来改正であればそれを除くべきであって、あのそうですね、このこういった事件 の、 その再発防止をその精神科医療にあの任せるっていう方向性が正しいのかどうかっていうのはちょっと疑問があるところです。そもそも精神保健福祉法っていうのは、保健とか福祉とかいう言葉がついていて、非常にその支援する法律みたいに聞こえますけれども、そもそもの精神はさっきおっしゃった違うんですね。そうですね、まあ、あの1900年にできた精神、あの精神病者看護法はもう明らかにあの社会で、まあ、あの面倒を起こすようなその精神障害者の方にをあの適切に管理をするというか、社会からの隔離を目的とした法律でしたので、まあ、
まあ、改正は、ね、抜本的な大きな改正は経てますけれども、まあ、ベースに流れている思想自体は、まあ、私自身はあまり変わってないと思うんですね。でそれはやっぱり実際 の, その精神科医療の現場で あの法律が何で使われているか、どういう用途で使われているかというと、私たち の, その強制入院の根拠であって、そして病棟の中で の, その行動制限の根拠として使われているんですね。まあ、実際にあの福祉的な側面なんかも入っていて、それは条文の中でも入っています。でもそのベースに流れている思想がまだやはり精神障害者のための精神障害者の監視と隔離に置かれていることは、まあ、ちょっと間違いないんじゃないかなと思いますので、その精神医療の中でその隔離とか拘束っていうことが必要なんですか？今現状ではね、現状ではあります。それはやっぱり日本 の, その特殊な精神科医療の状況があるんですよ。でそれは世界の精神科病床175万床の約2割にもわたる35万床という病床があって、でそれは日本 の, その救急病棟とか、ね、内科の病棟とか外科の病棟とか全ての病院の病棟を合わせた169万床かな、それのやっぱり2割にあたる。だからすごくたくさんの病棟があって、でそして、まあ、長期入院者の人がすごく多いんですよね。で20年以上の方が何万人もいらっしゃるような、10年以上の方が何万人もいらっしゃるような、でそして、結局、私が、松田病院というところで、勤務していた時には、例えば10代で入院されて80代の今に至るまで、1回も退院したことがないという方もいらっしゃいましたし、60年以上ですか？うん、そう。でそうすると病棟って、閉鎖病棟が主なんですね。で、開放病棟もありますけど閉鎖病棟が主 でそうすると、狭い空間の中に、ずっと長期間隔離をされる。でそうするとさまざまな、いわゆるその狭い空間の中にずっといることによってさまざまな精神症状、いわゆる抗菌反応といわれる精神症状が出てきて、でそれを抑えるためにいろいろな精神科薬、いろんな鎮静薬物による鎮静が必要になったりとか、また行動制限による管理が必要になったりとかするんですね。だから今の、病床がたくさんあること、そして病棟入院医療中心の精神科医療を行っていること、でそれがある限りあれは必要だという話になってしまうんです。それは先生ご自身のお考えとしては、精神医療にとって隔離拘束っていうのは必要ですか？それは理想的にはない。理想的にはない、必要ない。必要ない。でも今の現状ではたくさんの人が入院していて、でそしてもう何十年も入院していると、もう社会に出なさいって言ったら無理なんですよ。社会生活能力、もう半年いたら社会生活能力すごく落ちてしまうの でそして例えば私が病棟担当していた時ですね、病棟改診するじゃないですか。そうするとみんな何を言ってくるかというと、先生私だけは退院させないでくださいって頼んでくるんですよね。でそれは何かというと、私たちが長期入院させてたことによって、で彼らの社会生活能力を奪ってしまってるから、もう怖くて外には出れないんですよ。でそういう方がいる現状で、そしたらば今何十万人も入院している方を、一気に地域に出して地域に支えるってなかなか難しくて、でそして変える、だからどうやって変えていくかっていうのはやっぱりみんなで考えて、その良い方法を探っていく必要があるんですけれども、どうでしょう、それなんか難しいなの、例えばイタリアなんかに行くと、もう何しろ、段階的に拘束をなくすとか、それはそんなのはありえない、もうゼロにするしかないんだって言うんですよ。でそれで、でも例えばイタリアでその精神病院を廃止した経過なんかを見てきました。でそうするとやっぱり1970年代にそれを始めた頃というのは今の日本の現状と同じような感じなんですね。でやっぱり長期に入院している方が多くて、でそしたらばやっぱりすぐに病院閉鎖なんかできないんですよ。で何やってきたかというと、中で生活している人で結構自立して生活、病院の中って、病棟の中って、その中だけで社会になってるんですね。もうその中で完結した社会になっていて、その中で結構自立して生活ができる方がいる。でも社会では
まあ、さまざまな、ね、新しい状況だとかなんだとかそれに対応することは難しいの で, でその人たちをあの退院させてなんかオスピテというですねお客様として、まあ、病院の中であの住んでいただいて、でそれはなんか院長の邸宅とかをシェアハウスに変えたりとかなんだりとかして住んでいただいて、でそして新規の入院を入れないということでだん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 入院患者数を減らしてそしてゼロにしたらしいんですね。でそして病棟がゼロになればもう拘束もなくなるしということ で, でそれであの、まあ、イタリアの取り組みなんかではあの今現在精神病院ないんですけど地域によってその拘束だとかあの行動制限に関してはだいぶ違っていてですね、まあ、あの SPDC っていう総合病院の中の精神病棟があるんですよ15床までので、それをたくさん作ってその中で拘束をして、で普通のミニ精神病院みたいに運営しているところもあるんですね。でも全く拘束をしない隔離もしないでそれで精神医療をやっているところもあって、でその違い何かというとその支援者の意識の違いなんですよね。意識の違いだから支援者があのまあ、その人が、まあ、人間であり続けることを支援するっていう意識をもうあの持っていて、でそれがあの徹底しているところっていうのは私たちやっぱり人間としてどうやって生活しているかというと、まあ、様々な地域との関係を持ったり大切な方との関係を持ったりでそれまで の, あの、まあ、人生があってでつながりの中で生きてきてるんですよね。だからそういう人間を人間として、生活させるっていうことであればあの、まあ、どこかに隔離してこう入院させるとかいう選択肢は絶対出てこないの で, でそれが徹底されていると拘束もあの隔離もしないで強制入院もほとんどないみたいなあの医療でもそれが、徹底されてないと同じ制度の下でも、まあ、ミニ精神病院みたいなところがあってそれであの拘束、まあ、なんかも結構行われていたりとかいうことがあったりとかするんですね。そうすると、まあ、私たちの意識によって、まあ、出てくる成果は違うけれども、まあ、理想としてはですねそのイタリアでやられているようなもう拘束もゼロだし隔離もしないし強制入院といってももう24時間開放で、まあ、あのすごく居心地がいいところに、まあ、平均になんか10日間ぐらいらしいですけど、でそれが例えば人口10万人の地域で年間10件ぐらいというような精神科医療で実際にやろうと思えばそういった医療を展開するということも不可能じゃないんですね。でも今の日本の現状を考えてみるともうちょっと想定できない、うん、でも先生医療って考えた時に、そのやっぱり人間として見てやるのが本来の医療ですよね、はい、その辺その例えばあの今回その精神保険指定医の問題も明らかになりましたよね。その強制入院をさせるのを判断する医師その資格に非常に不正があったということなんですけど、ここの精神保険指定医の制度の問題はどういうふうにお考えですか？まあ、一応私も指定医なんですけども、やっぱり制度自体の設計が問題なのかなと思うんですね。 あれって、まあ、5年以上の医師としての経験でうち3年以上の精神科の臨床経験があって所定の研修を受けてそして症例のレポートを出して合格するともらえるんですね。でそれで、まあ、性善説にあの乗っ取った制度設計というかまあさまざま私が申請した頃も、まあ、いろんなあれが問題があってで今の制度上のやっぱり問題はその、まあ、レポートがね最も重要なポイントなんですけど2000文字以内で、まあ、自分が経験した症例に関してでどういう症例のどういうケースについて書くっていうのを基準があってですねそれを満たした症例について書くんですけども結局まあ誰が書いたか分かんないんですよ。結局ワープロで打ち出した2000文字のレポートなのでまあ、誰が書いたかわからないそのレポートを、まあ、元にして、まあ、合否を判定しているということで今、まあ、それをですね私が例えば障害者政策委員会で行った時には、まあ、厚生労働省 の, 方から、ね、指導した指定医の署名があるからそれは担保されるって言ったんですけどその指導した指定医の署名で担保されるのは実際にその人が、ね、診療をした
ということは担保されますけれども、実際そのレポートを本人が書いたかどうかって全然分かんないですよね。その単にワープロで出されてるだけなので、だからなんかそういうその、ね、指定を申請する方は不正はしないとか、ね、そういうその、まあ、性善説に基づいた制度設計がされていて、でそして実際その、私たち指定がその病棟の中でどういう立場にあるかというと、何しろ全てが決められるんですよ、ね、入院している方の例えばお小遣いをどのぐらいにするとか、ね、生活どのような形で生活するとか、もう薬の内容もそうですけれども、生活の細々したところまで全て決められるんですね。でそうするとそのやっぱり病棟の密室の中でその権力関係ができちゃうというか、ね、全権を持っている私たち医療者とそのそれで収容されている人たちということ、でその関係自体がすごく危険なんですよね。でそして、なんていうかな、その、まあ、そういう関係の中で、まあ、私たちは、まあ、その医師とか医療者にですね、目をつけられると、まあ、何されるか分からないので、まあ、みんな思わせてくるんですよね。でそうすると私たちに関してはその、まあ、何かサービスを提供して、そのサービスに対してその修正がかからないというか、ネガティブフィードバックがかからないので、そこら辺で大きな問題があると思います。で、指定の問題としては、その指定に権限が集中しすぎているということ、でそしてその指定 の、まあ、なるための制度設計上、まあ、性善説に傾きすぎているんじゃないかって、やっぱりね、密室の中で権力関係ができてしまって、その権力を与える場合には、それをなんていうの、そのちゃんと権力の行使を監視する仕組みっていうのは絶対必要なんですけど、今事実上それがないんですよね。精神保健指定の権限っていうのは一番大きいのは、やはり患者さんの人権を制限できるってことですよね。そう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 、だからそれが行動制限、隔離とか拘束とか入院、強制入院もそうですよね。そうですそうです。その辺 の人権に対するこう感覚みたいのはどうやってそのなんていうか教育されているというか担保されているっていう、担保されてないじゃないですか。その本人の良識に任されているというか、うん、何しろそのネガティブフィードバックかかってこないので、うん、そのあたりのこう課題っていうのは、その精神科 その医療の間で、あるいは医師の皆さんの間でこうディスカッションされたりっていうことはないんですか。私自身がディスカッションに参加したことはないですね。そこ自身、そのやっぱり強制入院も含めてですけど、ある程度他の医療と違うそのこう拘束隔離といったような人権制限みたいなことについて、どういうふうにこう皆さんは意識をこう持っておられるんですか。私が、まあ、今病棟を担当してないですが、まあ、病棟を担当してた時はですね、やっぱり必要があるからやってるっていう意識なんですよね。でだからさまざまな不祥事があって、そのたんびに要件厳しくなるんですよ、行動制限の要件。でも現場でやってた私たちとしては、まあ、例えば、ね、本人の転倒転落防止とか、ね、本人の安全のためとか、なんかいろんな理由があって、で必要があるからやってるという意識になっちゃうので、だからどっちかっていうとその、まあ、なるべく減らすように努力しようというよりも、まあ、必要があるときはどんどん使いましょうみたいな形になってしまうので、まあ、そこら辺ですね。あとですね、結局、まあね、病棟密室の中で入院されている方々は、例えばすごく興奮されて、ね、それで、まあ、その対応のために、まあ、拘束される方とかいるんですよね。でその人たちのことを見てるんですよ。そうすると、まあ、自分がそうならないために、例えば何か言いたいことがあっても我慢しようとかですね、やりたいことがあっても我慢しようとか、ね、お医者さんたちに目をつけられないようにしようとか、どうしてもそういう意識になりがちなんですね。だからやっぱり密室の中でその行動制限強制力が使えるっていうこと自体が、やっぱりその権力関係をこう激しいものにするし、だからその中でのその権力関係ができてしまうということ自体が、やっぱり病棟の問題なので、だから私自身は何しろやっぱり病棟はなくさないとね、やっぱり根本的な解決にはならないのかなと思います。でもなくす方法はわからない、わからないというか、ちょっと一朝一夕にはできないので、だって30何万人もいるわけですからね。精神科の病棟はなくした方がいい、だけど方法がわからない、方法は今のところはわからない。それはやっぱり
まあ、イタリアとかで精神病院なくしたじゃないですか。でも多分あれは県立病院とか公立の病院が多かったからなくせたので、でも私とか例えば今でも精神病院に勤務してるんですね。でそうすると病棟を利用してくれる人が減ってしまうと、あの精神病院の収入ってもう病棟からの収入がかなり大きな部分を占めてるので、そうするとすぐ経営が傾いちゃうんですよね。でそうすると例えば入院してる方を、ね、社会的な入院の方を退院させます。でも空いた病棟、空いたままじゃ潰れちゃうので、もうどんどんなんていうの、ね、入院してくれる方をすごい必死になって探すんですよ。そうすると結局入院の総数って全然変わらないので、だから病床を減らさない限りいろんな問題が解決しない。でもまあイタリアとかの話と違うのはやっぱり日本は民間病院が9割を占めていて経営の問題に直結してしまうんですよね。今あの高齢者特に認知症になる方が増えていて、はいはいはい、今認知症の方が随分精神科の病院に入っていらっしゃる、はいはい、これはその本当にどこかでこう立つには どの力が どこの何が必要ですかね。何をすればいいんですかね。もう何十年も言われていることですよ ね、うん、で病棟があるとダメなんですよ。結局なんていうのかな、その、まあね、今あの認知症の方の精神科入院の問題に関してはその結局、まあ、精神病院の方としては統合失調症の方の入院が減っていて病棟の空きベッドが増えているというのがありますよね。それ何しろ利用してくれる人が欲しいので。でももう一つの問題としてはその精神症状が出てしまって地域での生活がままならない、でご家庭での生活がままならなくなってしまうあの認知症の方が増えているっていうのももう一つあるんですよね。でだからまあそちらの問題を解決するためには地域で支えられるサービスがあるといいんですけども、でも精神科の病院があるとですね、何しろすぐ入院させてくれるので、そうするとそのサービスが育たないんですよ。その工夫が育たないんですよ。だから、なんていうのかな、まあ、今までの日本の精神科医療の改革って何やってきたかというと、長期入院者の解消をあの目標にしてきたんですね。でも長期入院者解消するとどうなるかというと、まあ、みんな短期入院になって、でそれで精神科の病床って、例えば病床利用率 90% 以上キープしないといけないので、何しろたくさんの人に入院してもらう必要があって、でそうすると長期入院者がいなくなれば短期の人がたくさん増えるわけで、ということは地域からたくさんのそういう人を吸い上げることになるでしょう。でそうすると、まあ、例えばちょっと、ね、困った方がいて、でそういう方を全部吸い取っちゃうんですよね。でもし精神病院がなければあのそういう方と私たちが一緒に暮らすためにはどうすればいいのかって、地域をどうやって変えていけばいいのかっていろんな工夫があっていろんなサービスが生まれて地域が変わっていくっていう多分メカニズムが働いていたはずなのに、精神病院があると、まあ、そういう人がどんどん吸い上げられちゃうから全然育たない。そうすると地域が進歩しないんですね。でそうするとこの問題ってずっと変わらないんで、だからそうするとやっぱりもう精神病院の病床をなくさないとっていう話なんですけど、そのなんかそうですね、すみません、分かりません分かりませんというか、今のところあのどうにもならない。私もあの今の病院に勤務するにあたっては、まあ、精神病院のアジア病棟 の病床の削減っていうのをこう一緒にやろうということで誘われたんですけど、まあ、3年いて成果ゼロですから、なんかね、何しろ減らそうとすると潰れちゃうので、まあ、潰れちゃえばいいっていうんだったらいいんですけど、潰れちゃうとあのやっぱりね、そこの医療サービス自体がガタガタになるし、まあ、もちろん私たちも職を失うし、まあ、さまざまな混乱が起こるんですね。そして一方ではその拘束とか隔離とか強制入院とか、まあ、そういう事態は続く病棟があればそれが続く。だからやっぱり病棟があるっていうことで病棟に入院させてると、まあ、それが必要性ということでどうしても出てきてしまうので、なくすためにはやっぱり病棟をなくさないとダメなのかなと思います。で実際世界ではなくしてやってるところがあるので可能なんですよ。でもね、今の日本の現状を考えてどうやってそっちに持っていくかなって、そこがどうやってもちょっとつながらないので、それはもうその大熊和夫さんのルポ精神病棟からもう40年も経って相変わらず同じ状況だっていうことです。まあ、あれほどひどいところはないとは思いますが、でも、ね、あの結局
病院の中身がきれいになって環境がきれいになって、でもやっぱり中での権力関係が同じなんですよね。だからそういう意味では精神保健福祉法の大元のその精神、どうしてもそこに上下関係っていうか権力構造ができてしまう法律があるっていうこと自体が問題ってことはない。そうなんですよ、それなんですよ。なのでそれを変えたいですよね。その権力関係が生じてしまうような関係性を作るという規定を変えるべき。どこを変えればいいんですか。大元の精神ですか。そうですね、だからちょっと私が考えたのは、まあ、あの行動制限に関して、まあ、要件を満たせば今できるという形じゃないですか。それをもう原則禁止にするとかね。行動制限は原則禁止して例外的に何かちゃんと第三者がきっちり目が入るような形で、そうですね、範囲なあのあれをさせない、まあでもそれでその実効性が担保されるかというとちょっとなかなか今それはまあ密室なので、行動制限された方は発信力ないですからね、全然情報漏れてこないし。ということはやはりその大元のまず精神保健福祉法の理念をきっちりもう一度考え直すと。そうですね、それは絶対に必要だと思います、先生お考えになるそのあのイタリアと日本の違いっていうかですね、なぜそのイタリアではその病床をなくすことができて、同じ頃にその課題に傷がついていたはずなのに、日本はなぜそういう意味で世界的に非常に遅れた状況になっているのかと、一体なぜなのか、それは先生どういうふうにお考え、なぜ日本はできなかったのか、さまざまな条件があると思うんですね。多分イタリアの制度と日本の制度って、まあ、あの日本では1900年の精神病者看護法で、イタリアでは1904年のジョリエッティ法というので、全国的な精神科医療の制度が同じような頃にスタートして、多分あの内容は同じ、精神病者の、まあ、監視と社会からの隔離を目的とした制度が出来上がって、でそれで、まあ、今現状としてあるのはイタリアでは精神病院がなくて、でそして司法精神病院もあの今回2月にですね、まあ、廃止されたということで、でも一方の日本は世界に冠たる精神病院大国で、世界の精神病床の2割があって、でそして司法精神病棟もあのたくさん稼働しているというような状態で、すごく大きく違うんですよね。でそれはさまざまな要因があって、まあ、イタリアでは、まあ、一つにはイタリアでは、まあ、公的なサービス、特に、まあ、入院医療は、まあ、公立の病院で提供されてたっていうのが一つで、それに対して日本では民間病院のあのがたくさんあるということで、あとそうですね、もう一つはその、まあ、イタリアで、まあ、改革が始まった1960年代、でそれは、まあ、精神病院で、まあ、あまりにもひどい処遇が行われているので、まあ、そういう処遇をさせないために精神病院をこう廃止しようということで改革の流れが起きて、でそれでさまざまな困難に突き当たりながらも、まあ、あのいろいろな政治的な状況なんかもあって、でどんどんあの、まあ、それが続いているんですね。でも同じ頃に日本では1964年の来社事件というのがあって、であの事件の後で、まあ、危険な障害者を、精神障害者を、まあ、野放しにするなというような、世論が巻き起こって、でその当時10万床ちょっとだった精神病床が、まあ、今35万床まで増えているという現状があると思うんですね。それは世論の違いってことですか。世論の支持の違いですか。世論の支持の違い、あるいは中にいるその精神医療に携わっている人の、もちろんそれも違いもありますよね。どういうふうに先生がお考えになるかということをちょっとお伺いしたい。あ、なるほど。あのイタリアではその精神病院の中での処遇を問題視して、それを変えようという中からの動きがあって、でそれがずっと続いていて、多分日本でもそういう方々がいて、でもそれがあの大きな力を持って持ち得なかったということですかね。でそして、まあ、あの精神病院の文化っていうのは、その今の精神保健福祉法で規定されているあの中で その精神病院の文化、だから精神障害の人を隔離して、でそしてそこに長期間あの収容する、でそうするとそこで働いているあの医療者って、まあ私もそうだったですけど、まあ、そういうのは当然だと思っちゃうんですよね。
ね、心身障害の人を隔離するのは当然、ね、それで収容するのは当然で、私たちが何でも決めてあげるのは当然っていうような形で思うようになってしまうので、その精神病院の文化っていうのは、まあ、日本の中ですごく強く残っているっていうことが、まあ一つの要因であると思います。まあ、法律がそれをこう強化してるっていうか支えしてるっていうか、うん、それはありますね。あの今の私も思うんですけど、やっぱり私ね、あの、まあ、すごく自分が提供していた精神科医療が好きで、あの、まあ、すごく一生懸命仕事をしてきて、で、まあ、精神病、あの、精神保健福祉法に基づく医療を提供してきて、でそれでどうなっちゃったかというと、まあ、あれに基づいてあの医療を提供しているともう完全に上から目線になっちゃうんですね。うん、本当に私はだから、まあ、松田病院にいたあの頃ですね、まあ、その頃あの精神障害者の社会的な入院っていうのが問題になって、ね、7万2000人社会的な入院の方がいる。でそして、まあ、どうやってその方たちを、まあ、地域の中で支えるようにしていくかっていうような議論があったかと思うんですけど、で私がその時思ってたのは、ね、入院している人たち、ね、全ての人が入院理由があって入院しているわけなので、まあ、必要があって入院しているわけだから、社会的な入院患者なんかいないとか思ってましたので、でだからね、せっかくある病床をなんで減らすんじゃとか思ってたので、そうだからなんか今の法律の下で、で私たちは医療者としては、ね、精神保健福祉法にのっとって医療を提供するように、まあ、要求されるし、実際に私たちは学んでそれを提供するように努力してきたんですね。でそれをやってると、まあ、そういう感じの意識になっちゃうんですね。だから精神病院の文化が、まあ、医療者の中にも根強く起こってしまう。でそうするともう隔離拘束なんかに関しても必要だからやっているんだって、だからなんていうかな、そのまあその何かまずいことをしているという意識は全くないですよ、うん、強制入院なんかにしても隔離拘束にしても私たちは必要があるからやってるんであって、例えばそれが何かの人権侵害になるとか、あのあまりそういう意識はないです。まあ、それは私の個人的なあれですけどね。今は違うふうにお考え。今はまあ基本的に病棟担当してないので、うん、っていうか先生のお考えは今の時点ではどういうお考え、そのイタリアを見てこられたりいろいろなことをされてきて、ああそれはもう私のやってきた精神科医療って何だったんだろうと思いますけど本当に二十何年間やってきてですね、まあなのでその変えたいと思うですね。でもなんと恐ろしいことにですね、二十何年間そうやって訓練を受けているともう自動的にプログラムを作動するんですよ、うん、そういう。だから私自身は今考えているのはですね、私自身のリハビリプログラムを作れるといいかなっていう、うん、まあ、某病院で150床ぐらいあった病院で、そして、まあ、数年かけて、まあ、ゼロにした病院があるんですね。そこの院長先生がおっしゃってたことで、一番大変だったのはやっぱり職員の意識改革。病棟だと、まあ、ちょっとね、病棟でやっているのとその同じ人を地域で支えるのとやっぱり見方を変えないと支えられないんですよね。地域だとやっぱりその人のいいところを見てその人が生活し続けられるように支援しなくちゃいけない。どうしてもその意識改革ができなくて、まあ、ベテランの看護師とかが何人も辞めてったって、その職員の意識改革ってすごく大切 でそのためにですね私のリハビリプログラム役に立つんじゃないかなと。何しろ恐ろしいことにもう二十何年間訓練を受けているとその現場、ね、病棟の現場に行くとその昔の声が動き出すんですよ。ある程度こうパターナリスティックな、こう ある程度じゃなくて完全なパターナリスティックな、うん、こうしてあげるとかこうしなければならないとか強制とか強制的な感覚みたいなもの出てくる、まあ、どちらかというと相手をまあ人間として見るよりも管理の対象、ね、やっぱり狭い中で安全に事故なく過ごしてもらうためにまあ管理する対象みたいな風な意識が出てきちゃうんですね。でそのためには必要な鎮静のための薬物も使うし、必要があれば行動制限も使うしみたいな。だからもう目的がその人の生活の質を良くするっていうよりも安全に
そこで生活してもらうため、まあ、管理になっちゃってるんです、うん、そこの意識を本当に精神医療全体でこう考え変えていくというか、そうですね、変えられればと思います。私の中でやっぱりどうしてそういうのが出てきているのかとかですね、まあ、それが結構ポイントかなと思って、で、まあ、なのでさっき話にも出ましたけど、あの熊谷慎一郎先生、あそこで何やってるかって、当事者研究ってやってるんですよね。で、あそこでこの間ですね、何やったかって、私を題材に精神科医の当事者研究というのをやって、精神科医が精神科医の自分自身を研究する、精神科医というか他の参加した人たち、が他の障害のある方とかいろんな立場の方で、そうそう、はい、でその中で、まあ、私を題材に、まあ、当事者研究をして、でどうしてそういうふうになったのかっていうのを解明するというかですね、まあ、ちょっとやってみたことがあります、うん、大変なことですね、うん、だからなんかそこから私たちのやっぱり医療者の意識から変えていかないと、でも変えるの難しいですよ。だってフィードバックかからないので病棟の中では基本的に、うん、誰から文句言われないし、で実際にそれをね、なんていうの、その審査する立場である精神医療審査会は、まあ、事実上機能してないですから、今の日本の精神科医療というか、まあ、例えば私が提供している精神科医療って何かというと、ね、標準と違う精神状態に対して精神症状というラベルを貼って、でそれを取り除こうとするんですよね、薬物療法で。でもその精神症状に関してはやっぱ何か理由があるんですよ、ね、幻覚や妄想にしても興奮状態にしても、そう状態、うつ状態にしても何かの理由があるからそれを生じているわけで、だからそれのその一緒にその原因を考えること、その、まあ、困っていること、それを共有することが大切なのに、でも私たち何やってるかって、いや妄想がありますね、じゃあ取り除くためにこの薬を出しましょうみたいなことをやってるので、でだからそのアプローチ自体がやっぱりちょっと問題なのかなと思いますね。それで長く変えられなかったし、変えるのもこの先まだ大変。いやそれだから私は大変かなと思いますけど、でもやっぱりなんていうんですかね、その様々な皆さんの知恵なんかあれば不可能じゃないと思いますけど、私はとりあえずいまいちわかんない、だって自分のそのパターンがそのすぐ動き出しちゃうような人なので、それをねどうしようかなと思ってるんですけど、でもまあそうですね、様々な知恵だとか何だとかがあれば、もちろん絶対不可能なことなんて絶対ないので、大きく変えることとかは可能だと思うんですね。でそしてそう、そういえばそうだ、イタリアに行って、で彼らが言ってたのは、ね、改革の始めは意識改革だって、で意識を変えることで全てが変わっていくからって、だからやっぱそれが大切なんですよね。だから一人が変われば、まあ、だん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 変わっていくはずなので、まあ、絶対不可能はないかなと。それは誰の意識を変えること？あ、それは医療者。医療者の意識。ええ。で、だからやっぱりなんていうんですかね、その医療、特に精神科医療の場合は、医療者と、まあ、利用者、ね、サービスの利用者との間で、まあ、自動的に上下関係ができちゃうじゃないですか。それをいかにこう生じないようにさせるかっていうのが結構ポイントかなと思うんですね。だからそれは病棟の中ではもうすごくはっきりと出ますけど、外来でももちろんそれが出てしまう。だからそれをどうやって生じないようにさせるかっていうのがとっても大切で、だからなんかイタリアでいいなと思ったのは、そのトレントっていうところに行ったんですけど、トレントのウッフェとかいう仕組み、それはその利用者、サービスの利用者、当事者と家族をサービス提供者として雇うんですね。でだからサービス提供者、どういうサービス提供者というと、その利用者の方、当事者の方は病気を何年も経験してきたという貴重な経験の知恵があって、でそして家族はそういう当事者の方を支えてきたという経験があって、その経験と知恵を私たち専門職の知恵と一緒に混ぜ合わせて、より良いサービスを作りましょうというような形で、でそして
当事者を雇うって、当事者は自分の体験を分かち合うことでその困っている人を支援する、でそういう役割として仕事をしていただいて、家族もその自分たちが経験してきたあの経験を生かして、そして困っている人を支えるっていうことで、なんていうんですかね、その、まあ、専門職と一緒に働くっていう。でそうするとそれをやって、なんか2000年ぐらいからそれをやってですね、一番変わったのはその専門職のハートだっていうんですね、うん、だからそれが一番ね変わるんじゃないかなと。みんなが対等になって、うん、みんなが対等に同じ方向を向くっていうことの経験をが医療者を変えていく。そうですね、うん、結局ほら普通の当事者活動とか家族会活動とかで、私たちは、ね、その話を聞いても結局現場ではこの上下関係がすぐできちゃうので、だからそれをいかに生じさせないかっていうのがすごくポイント。だからね、私の中での問題でもすぐこの上下関係の、ね、こっちの上の方にこう安住しちゃうというところなので、長い間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。